でもこれ柔道に設定するここの個の動きっていうのが、まあ、なんすかね、こういう感じっていうか。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ニューチュードリフトライフの竹内です。いや、今日もね、なかなかいい天気っすよ。なんかね、だんだんこうニュージーランド本当夏って感じで、日照時間もすごい長くて、今ね、夜の8時半ぐらいまで明るくなってます。はい、でそんな今日ですね、何をやるかって言いますと、この後ろにあるドリフトカート、これね、前回、エバグリーンドリフトパークドリフトさせました。で、その時のね、模様もあるんで、もしよかったらあの上にリンク貼っとくんで見てみてください。ドリフトパーク走らせて、やっぱね、フロントがどうしても引っかかると。その原因がですね、フルカウンターでこう曲げると外側のタイヤが回っちゃうんですね。そのぐらいもうね、地面から3センチぐらい上がってる状態になってます。こんなに上がっちゃうんで、まあ、これね、もともとレーシングカートってこういう風にまあ設計されてるんで、まあ、しょうがないんですけども、キャスターがね、思いっきり、そう、寝てる状態ですね。シャーシがこうフラットにあるとしたら、ナックルの部分の動きがこういう風に斜め上から斜め下みたいな、かなりそれがきつくなってるんで、それをまあできるだけ平行に戻す。ただね、完全に平行に戻しちゃうと直線付近でね、すごい難しい操作になりそうなんで、ちょっとだけキャスター残して、で、なおかつね、フルカウンター切った時に外足が綺麗につくようにキャンバーもつけていきたいなっていうふうに考えてます。まあ、本当ね、この前やったあのスカイラインと同じようなことをこのレーシングカートでもやっていくという感じですね。約ね、3センチぐらい上がってますね、ここが。これをもうほぼ両サイドとも地面につく状態でキャンバーが切られるっていうのが今回の目標です。頑張ります。いやー、ついに来ましたね後戻りできなくなりましたよ、これで。こういう形になってます。いやー、どうなりますか、楽しみっすね。反対側もね、同じように取り外してきます。こんな感じになりました、まあ、結構ね、あのフラットに削れたんじゃないかなと思います。これで、あとはですね、シャーシ側の方をきれいにして、位置をね、改めてこれを溶接し直したいと思います。これね、結構難しくって、今ね、キャスターゼロですね、ほぼキャスターゼロで、ここが90度になっているという状態で、ほぼ90度、ドリフトしている荷重がかかる方がですね、まあ、ほぼ
キャンバー変化がなくて、でこう手前側に切るとまあ減るような感じなんですよね。これ普通の僕がやりたいのとやっぱ逆になっちゃうんですよね。ここ自体が軸に対してねかなり下がってるんですね。なのでここの弧の動きっていうのがまあなんですかね、こういう感じっていうか、まあ、そこがね結構難しくって、そうですね、ちょっとだけキャスターつけるぐらいでまあやってみようと思います。うん、やっぱねここの部分がすでにこれだけ斜めになっちゃってるんで、これちょっとねうまい塩梅見つけながら溶接していきたいと思います。それでは、溶接していきたいと思います。ドキドキの瞬間ですけど、まあね、とりあえずタックウェルドして、ここのねところをちょっとやってみたいと思います。いやー、なんとかね終わりましたよ今日のところは。一応ねここのナックルの部分を、キャンバーをつけまして、でキャスターもつけました。一応ですねキャンバー4度でキャスターがね 6.5 度に設定しました。でね、こう作業中の風景でもね説明したんですけど、ちゃんとねキャンバー変化が起きないようにするのが結構難しくて、一応ほら見てください、もうね、ん、何これをね、ほらもうハンドル曲げてもここがね持ち上がるってことがなくなったんですよ。いやーこれねめっちゃ嬉しいっすわ。ほんとね、いろいろ大変だったんですけど、やっぱりね角度を決めるのがほんと難しい作業だったんですけど、なんとかそれが出来上がったんで、いやーよかった。ふーちゃんちょっと乗ってみ。これでね、おそらくかなり車のカートの動きがこれで変わると思います。で、これまだね終わりじゃなくって、前回ねサーキット走った時にちょっとねキャブが調子悪かったんですね。でね、これおそらくこの中のねジェットがおかしいんですよ。もともとものすごいうるさい マフラーがついてて、それに合わせたジェット設定になってたっぽいので、もうねこれ新しいキャブレターなんですけど、これね中国製でいくらだ、もうね1500円ぐらいで買えるんですよ、新品のキャブレター。なのでこのキャブに交換して、でスパークプラグもですねまた新しいものに交換します。いやー、なんとかねこれで次回走行できると思うんで、楽しみにしてください。これからもね、ドリフト関係の動画とかいろいろ上げていきたいと思います。なのでもしよろしければね、いいね評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。カチッ。
どうもどうも、それではまた次の動画でお会いしましょう。どうも。